賃より毎月のふるさと納税の方が高い藤原です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ステラ、モナ、ネム、IOST のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人はお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録してください。仮想通貨市場ね、今日はなんかじれったい相場でね、上とも下とも言いにくいね、なんか微妙な相場になってますので、まあどういう値動きしてくるかみたいなところね、ちょっと難しいんですけど、解説していきたいと思います。引き続き、Twitter や Instagram などでも投資の話やってますので、ぜひそちらの SNS も、藤間をフォローしてみてください。動画の説明欄に、リンクを載せております。はい、藤間大学の方ではですね、今日は、お金と幸せの両方がたまる3つの習慣ということで面白い記事があったので、それについて、解説をしております。引き続きこのチャンネル見ていただいている方はお金を増やしたいという方ですので、ぜひ藤間大学の方のお金の関連の動画も見てください。はい、今日も仮想通貨ニュースを読み上げてからね、7つの、コインのチャート分析いきたいと思います。今日はですね、 IT メディアビジネスオンラインから、ですね、楽天ペイがビットコイン決済に対応ということですね。楽天ペイメントと楽天ウォレットは2月24日、昨日ですね、ビットコインなどの仮想通貨を使った決済に対応すると発表しましたということです。仮想通貨を楽天キャッシュとして、楽天ペイアプリや楽天ポイントカードアプリにチャージして、楽天ペイや楽天ポイント加盟店や楽天市場などでの支払いができるようにしましたということですね。サービスの対象となるのは楽天ウォレットの口座にあるビットコインとイーサリアムとビットコインキャッシュの3種類。楽天ウォレットアプリを通じて最低1000円から月間最大10万円までチャージできるということでした。手数料は無料ですね。仮想通貨からチャージできる機能も、楽天ペイアプリから楽天ウォレットアプリにアクセスして仮想通貨からチャージできる機能も提供するということです。ちなみに、1万円以上のチャージで最大1000ポイントの楽天ポイントがもらえるキャンペーンを実施するそうで、それは3月24日までやるということでした。ということでね、いよいよね、楽天経済圏の中に仮想通貨が組み込まれていったということなんですけども、まあこれによってね、日本人の中、まあ楽天って基本日本人しか使ってませんので、日本人のその人たちから仮想通貨の興味がね、またね、増えてくると思いますので、日本の仮想通貨市場においては、まあかなりプラスの記事かなと思いますので、今日の記事はプラスマイナスで、プラス6ぐらいにしたいと思います。はい、じゃあ今日もね、ビットコインから、チャート分析聞きたいと思います。ビットコインがね、534万円を推移しております。こんな感じですね。もうちょっと光らせようかな、今日は。こんな感じで、まあ下落トレンド描いてたんですけど、まあ一応上に行ったのかなって感じ。でももうちょっとちょっと緩く考えたらまだ上に行ってない。ちょっとね、懐疑的な感じなんだけど、一応上に行ったって感じですね。で、僕は昨日ね、ちょっとショート打ったんですけど、ここでショート打ちましたね。532万ぐらいだったかな、もうちょっと下かな。ドルで言うとね、5万ドル切るぐらいだったね。527万とかそれぐらいですね。ここでショート打ったんですけど、まぁ、ちょっと今踏み上げ食らってまして、まぁ、ちょっとね、ショートはね、一回損切りしようかなと思ってます。まぁ、というのも一応この下落トレンド上に抜けたし、あとね、マックリーですね。マックリーが、冷やしで見ると、一応ゴールデンクロス、なんですよね。あ、違う。どれだっけ？マックリーじゃない。4時間足のマックリーですね。4時間足のマックリーが一応ゴールデンクロスなんで、ちょっと一旦上に上がってきそうな感じがするので、逆にここ下落トレンド抜けたってことで、ロングしてもいいかなと思ってます、そろそろね。この辺でロングして、この間の最高値の、6万、620万ぐらいのところまで、5万8500ドルぐらいまで目がけてロングするって感じでいいのかなと思います。で、現物もぼちぼち買っていっていいと思いますね。この間のね、この下落、何回も3回ぐらい下を試したんですけど、落ちてこなかったことを考えると、この辺りのね、ライン、470万円。ここを3回試して落ちてこなかったことを考えると、ちょっと落ちてこないのかなっていう感じもしてきますので、ここからはね、ロング1回狙ってもいいかなと思ってます。日足の RSI がね、58まで結構下がりましたね。で、週足でも75か。で、まだ変わりすぎか。ただね、ちょっと一旦ね、上にはね、行きそうに見えるんですよね。まあ、この間のイーロン・マスクのね、ツイートで下がってきただけって感じでもするので、
一旦また上に来そうな気がします。まあ、冷やしのこのヒゲも見てもね、一旦上っぽい感じはしてますが、まあ、ちょっと強めにロングするというのはちょっとね、懐疑的にロングする方がいいかなって感じはしてますね。なんとも言えない感じ。また下を深掘る可能性もあると思う。この下落トレンドラインをまた下に抜けたら、ちょっと今度は、いよいよね、420万ぐらいまで起こしてもおかしくないかなと思ってます。根拠は1個前のね、高値ですね。1個前の高値が、420万ぐらいだったので、もう一回冷やしに戻りますけど、ここですね、この高値420万。これぐらいまで一旦落とすって可能性もあると思う。調整の A、B、C って形で、エリオット波動で綺麗に落ちてくるって可能性もあるので、まあ、最大420万ぐらいまで落ちるって考えて、まあ、現物買うんだったら今少し買う。530万で少し買う。で、420万ぐらいまで落ちてきたらそこでまた買うって感じで考えていけばいいかなと思います。はい、ビットコインは以上です。今日はね、これですね、OT ですね。じゃあ次はね、イーサリアムですね。イーサリアムが、17万3000円ですね。あんまり値動きなかったです。まあ、ただ単純にイーサリアムはこの上昇トレンドラインバチクソに効いてますから、一旦14万まで落ちたんだけど、まあ、3万以上幅ね、反発してきてること考えたら、まあ一旦基本的には上なんだろうなと思います。で、落ちてきてもまた上昇トレンドラインタッチ、14、5万ぐらいのところにタッチしてまた上っていう可能性もあるので、まあイーサはとりあえず買ってもいいんじゃないかなと思います。で、FX はね、ちょっと、まあ、なんとも言えない感じなんですけど、もう一回押し目作ってで、この、上昇トレンドラインにタッチしそうになったらね、押し目でロングするっていうのがいいかなと思います。ちょっとね、まだじわじわと落ちてくる可能性もあるので、ちょっとなんとも言えない感じなんですけど、まあ、基本的に上目線なんだけど、ちょっとね、見計らってロングしていきたいかなという感じかなと思います。で、上がってくるのであれば、まあ、またね、最高値更新かなという感じですね。だから一旦また23万、24万ぐらいまで上げてくるかもしれないと思いますが、ちょっと時間はかけてくると思います。まだね、時間はかかると思います。はい。いい最上です。じゃあ次、XRP ですね。XRP はね、今50円ジャストぐらいを推移してます。こんな感じですね、冷やしでね。こっちからの下落トレンドライン、こっちからの上昇トレンドラインが、効いてて、まあ、三角持ち合い状態なんですけど、この間のヒゲが結構ね、長いので、39円まで落ちてますね。長いので、まあ、ちょっと一旦これそこ打ったとは思ってます。なんで上に上がってくると思うんですけど、XRP も多分ね、ちょっと時間かかるかな。この辺でもじ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 して、ちょっと上昇トレンドラインにもう一回乗ってくるまでは、ちょっと時間かかるんじゃないかなと思ってますので、また一旦押し目作ったところで買っていくのがいいかなと思います。40円台前半とかね、それぐらいで買っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、FX もね、ちょっとロングする場面っていう感じでもないですよね。単純に一回底を打ってから横横してるだけなんで、イーサーと同じようにちょっと下落ちてた時に押し目買いでロングしたいって感じで、見てます。はい、XRP 以上です。じゃあ次が、ステラですね。ステラもね、XRP と基本的には一緒で三角持ち合い状態で下落トレンドラインで上昇トレンドラインで、ここはまあ結構バチクソに効いてる感じですね。で、今 42.7 円で、まあ割と安値圏にいるので、まあそろそろ現物買っていってもいいかなって感じです。今 42.7 円で買うのと、40円切るぐらいのところ、39円38円ぐらいでちょっと少し買うって感じで考えていけばいいかなと思います。で、この三角持ち合いの上抜きに期待してちょっとまあ長く持つっていう感じでいいかなと思ってます。はい、ステラは以上です。じゃあ次ね、モナですね。モナは以前言ってるところね、2、3年続いたね、三角持ち合いを上に抜けたので、結構ね強い、上昇が来ると思ってます。で、ただやっぱり一旦ね、一旦そのビットコインとかが落ちてきたのに合わせて結構落ちてきてしまいました。一旦ね180円まで落ちたんですね、モナもね。ただここのね、200円ぐらいのライン、ここレジスタンス、レジスタンス、ここもレジスタンスで、今度はサポートって感じなんで、この200円のところは結構横の線として機能してると思うんですよね。だからここで180円で一回そこ打ったと思いますので、まあ今価格が222円ぐらいなんですけど、まあこの辺ぐらいから買っておく。で、またもう一回下、深掘ってきそうになったら200円ぐらいで少し買うみたいな感じで、今買い集めておくと、本当のね、強い上昇に乗れるんじゃないかなと思います。で、日本人の中でもだんだん仮想通貨バブル始まってますので、始まってくるとこのモナが結構買われる可能性もあると思ってますので、まあ、そうしてくるとね、この間の2017年のこのバブルみたいにね、一時2400円ぐらいまで行きましたけど、まあ、2400円ぐらいまで爆上げるんだったら今から10倍ぐらい取れるので、こういうコインはね、宝くじてコイン的に、まあ、少し今ぐらいから買っといて、まあ、ちょっと放置しといたら気づいたら5倍10倍ぐらいになってるかもみたいな感じで
まあ、ちょっと前の半年ぐらい前の IOST みたいな感じと一緒ですね。半年って言わないか、3、4ヶ月前の IOST、まあ、0.5 円とかだったんでね。それみたいに今買っとくと、まあ、結構その仮想通貨全体が盛り上がった場面でモナもボーンと上げてくる可能性あるんで、まあ、後にちょっと少しずつ仕込んでおくといいかなと思ってます。私もね、少額でね、200万ぐらい買おうかなと思ってますね。とりあえずモナね、小ロットで買おうと思ってます。はい、モナ以上です。じゃあ次がね、ネムですね。ネムが、54円ぐらいですね。 0.52 ドルついてます。こんな感じで、まあ、ちょっとこういう上昇トレンドが引いてみました。まあ、あんまりこれ見てないですけど、とりあえずね、横の線かなり機能してますね。こんな感じで。ここのね、0.513 ドル、51ドルから、だから53円ぐらいのところがかなり横で、ここね、ずーっとサポートサポート。そして、この辺もずーっとサポートなんですよね。これ今、4時間したんですけど、そして機能してますので、まあ、結構硬いかなと思ってます。で、こっちの上昇トレンドラインからも、結構、値幅小さくなってきたので、まあ、今ぐらいから買っとくと、またね、今度、スナップショットがね、3月の12日の、日本時間の、午前9時50分にありますが、それに向けて、また3月になってきてから結構上がってくると思いますので、今のうちね、この辺ね、あまり値動きがない、底値のうちに買っとくと、いよいよね、80円台、90円台、そういう上昇に乗れるんじゃないかなと思います。で、可能性的にはね、ネム100円超えてくるっていうのもね、あり得ると思うんですよね。っていうのも、この間一旦ね、80円ぐらいまでつけてるわけなんで、次の強い上昇波が来たら、スナップショット前の上昇波で100円超えてくるとかもあり得ると思います。で、100円台になってきたら、まあ、スナップショットなら当然暴落すると思うんですよね。一旦ボカーンと落ちる。最大ね、半分ぐらい落ちるかもしれない。30% とか半分とか落ちるかもしれないんですけど、そこが、それでどれぐらいの価格まで落ちたかによって、まあ、違ってくるとは思いますが、まあ、これが例えばね、一旦100円まで上げた、でも半値戻しで53円、ここのライン耐えたとかなってきたら、今度はスナップショット終わって暴落するんだけど、その後時間をかけて、仮想通貨バブルがもっともっと盛り上がるときに200円300円っていく可能性はあるかなと思いますので、私は基本的には、スナップショット終わっても、ネムをガチホしようというふうに思ってます。はい。なので、まあ、ネムはね、買えてない人は今ね、53円ぐらいで、少し買っとくといいかなと思います。今のうち、まあ、今これ、上昇トレンドに、かなり近いので、今買っとくと、次のこの強い上昇法に乗っていける、じゃないかな、というふうに思います。はい。ネムは以上です。じゃ次に IOST ですね。IOST が 0.45 ドルなんで、今が 4.6 円ぐらいですね。ちょっとね、IOST ね、微妙になってきたな。ちょっとダラダラ下がってきましたね。この下落トレンドライン上抜けたんですけど、この下落トレンドラインサポートにしてズルズル下がってきてる感じ。滑り台みたいにズル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 下がってる感じなんですよね。こうやって見たら、ダブルトップ型にも見えるので、一旦ストーンとまたこの辺まで落ちる可能性はあると思いますので、この辺ですね。この辺で一回サポートになった。この辺がね、2.9 円とか3円ぐらいなんですよね。3円ぐらいまでまた落ちる可能性あるので、IOST 買いたい人は、ちょっと今買うってよりは、落ちてきたら買うっていうのでいいかなっていう感じが思ってます。3円ぐらい。3円ちょっととかね。3.1 円、3.2 円とか、その辺ぐらい刺しとくと、まあ、結構買えるんじゃないかなと思ってます。ただまあ、長期的にはね、あ、そっかそっか。IOST は今日これもうすでに撮ってる時間が5時半なんですけど、今日のね、5時に、スナップショット終わりましたね。で、私もツイッターの方で言ったんですけど、コインチェックで、スナップショットできなかったんで、バイナンスでスナップショット完了しました。なので、それの、売りですね。多分これはね、今かなり IOST だけザラザラ下がってるのは、この間のここの上昇は、スナップショットしたい人の、まあ、上昇で、まあ、今はちょっともう一旦売られてしまった。スナップショットしたから一旦売った人が多いっていう形で、まあ、下落してると。ということなんですけど、まあそれがね、一旦この下落が落ち着いたらまたね、上に上がってくると思いますので、今のうちにダラダラ下がってるこの、まあ、4円台前半とか3円台ぐらいで仕込んどくと、次の上昇波に、ついていけるんじゃないかなと思ってます。そうですね、まあ上昇波見ると、まあ、上昇の1波ですよね。2波で3波で4波、今落ちてきている感じで、次5波、大きな5波があって、次のターゲットとしては 8.4 円ぐらいのところが、過去のレジスタンスであるし、その次はもう市場最高値の14円ぐらいあるので、これぐらいで買っとくと、
市場最高の14円なんで3倍とかね、まああるいはもっとね30円とかなるかもしれないから、結構取れる可能性はあるかなというふうに思います。はい、というわけで今日もね、チャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。今日はね咳が出ませんでしたね。ちょっと今日調子いいんですよね。はい、あとね仮想通貨取引所おすすめのところを、この動画の説明欄に、掲載しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンクはおすすめです。コインチェックは日本の取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、ネムのシンボルトークンのオプションに対応しているので、ネムの、スナップショットをやりたい人は、コインチェック必ず登録しておいた方がいいと思います。そしてビットバンクは全てのコインで差し値取引ができるというのと、こちらもね取扱いコインがかなり多くなってきたので、ビットバンクも必ず登録しておいた方がいいと思います。そして、日本の取引所にはない、ポルカドット、カルダナイーダー、バイナンスコイン、パンケーキスワップ、その辺のね今年調子がいい、コイン買ってみたいという人は、バイナンスを登録してみてください。そして FX も挑戦してみたいという方は、バイビットとオーバービットがおすすめのでぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。フジマでした。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。